学です。よろしくお願いします。これね、あの、9月のね、インスタの、えー、書道バトンのね、えー、9月9日の、朝陽のセックのね、書いた、えー、元のやつです。で、えー、先月ね、ちょっと話しました。梅田でね、日曜ね、やってますって喋ったんですけど、え、先生やってるんですねって何人かには声かけて、誰か来んのかな思って、誰も。 誰も来ませんでしたのでね,ね。ぜひね。別にあの、誰でもいいので、あの、振り返りとかじゃなくてもね、お気軽に、も、ま、う、あ、遊びに来る感覚で、来てもらったら、まあ、直しますので、定足しますので、ね、よかったらぜひね、まあ、月に1回、えー、1時から3時、次ね、10月の23日の1時から3時です。ので、よかったらぜひね、来てください。 なんかわからんかったんで、コメントなんかなんかに質問してもらったら答えますので、えー、それとね、入り口だけね、ちょっと分かりにくいので、あの、ちょっとね、1回2回店舗になってまして、えー、マンションの入り口ね、ちょっと、えー、別になってますので、それだけ気をつけてください。それ別にね、あの、振り替えとかじゃなくて、えー、もう全然構いませんのでね、 教室休んだからとかじゃなくて、まあ提出だけとかでもね、いいので、ぜひこの日来てください。では、失礼します。では、ええー、もう一つ三ページね、もう一歳児の三ページの九課題。説明していきます。ここですね。ここに。空きできるように。だ,、ね、だいたい字の。終わりぐらいで抑えて。ね、腹という感じ。 上、字があった、この、終わりぐらいで押さえて、払っていく。じゃあ、絶対ここに空画できますので。芯に内に入るようにね。ここを長く書かないように。こうならないように。もう、短く、ね。で、斜めくらいの押さえて、上がる。上がった、ひ 上がってひっついたら下がるようにね,ね。上がっていくね。右へね、大きくなっていくように。う右側揃える。ここは揃える。ね、これ少しね、左に入ってくる。ね、右に字書いていきますので、この右側揃えるようにね。もうしっかり押さえて、ここで。 あまりね、ここまでね、どん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 太くするんじゃなくて、ここはほとんど一緒ぐらいで、ここで押さえる。ここで押さえて、横にな、ここで押さえて、横に引く。だからあんまりね、どん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 太くならないようにだけね。どん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 太くなっても、ね、ここで押さえれなくならないように、ここで、しかも押さえていいよ。右側がね、大きく。 なるように。右上がりと右側の方が少し大きくなるように。で、で屋根にね、入らないように、しっかり出る。で、空間ね、開くように書いてください。ね、そのね、この角度しっかり左へ、えー、左へというか、こう横へね、縦に行ってしまうように、縦に行くとね、 次の二角目にぶつかるので、左ね、左右に大きくなるように。ね、本問題で押さえて、押さえて、払う。揃うよね。右に上がるのと、こっちからね、掛け順、右、払いから書いてください。 しっかり内に入る。ここもね、内に入る。で、この線しっかり上がるようにね。ここがね、下がってたりしたらもう書きにくいですよね。しっかり上がっとく。上がる。こ,こ空間。だいたい同じぐらいのね、長さ。なるように書いてください。ここ長く、短くね。ここも同じね。結構角度、しっかり横へ行くように。 ここで細くね、あまりこう押さえたまま曲がってこれないので、少し筆浮かすように書いてください。右上がり。揃うよね、右上がり揃うよね。点も右に上がるよね。だから、点自体がもう下がってるので、下,げ下がらないよね。点も少し上に書くように。この高さ揃える。 ここでしっかり上がる。右に上がって、ここで揃うようにね。広く。で、ここもね、屋根に入ってしまうの、ね、で、しっかり出とくようにね。このじゃ結構ね、これぐらい離してね、ここに空間できるように書いてください。ここ開くようにね。下まで来ないようにね、浮く、内へ。 中心、この辺ね。しか稼働で押さえるように。少しね、右に膨らんで。少しこういう,う、ちょっと大いさね少しこういうふうになるようにね。右上がり、しっかり揃うように感覚。ここもね、角度 角度ね、気をつけて、縦に行ってしまわないよ縦に行くと、次の線ぶつかってしまいますので、ね、気をつけて、で、点、右上がりに書いてください。はい、では、説明終わります。